時は令和4年5月、名護入りの名護見ではない方のエリが群馬県吾妻郡東吾妻町にある忍泊岩櫃真田忍者ミュージアムに降臨。ここには手裏剣をはじめ巻物、鎖鎌、巻菱、苦内など日本最大級の忍びの武器や道具が展示され、その他プロジェクションマッピング、 VR チャンバラアトラクション、レーザートラップナルコなど最新技術のアトラクションが我々を待ち受ける。果たして名護入りの名護見ではない方のエリは無事に帰ってこれたのか、はたまたかっこいいね。なんかすごいね。すごい、なんか映画が始まるの。ねえ。いや、その前に生きてるけど。もうネタバレ？帰ってきてるね、それはね。帰ってきてるよ、もう。言っちゃったけど、帰ってきてる。いや、ありがとう。なんかいい風にやってもらっちゃって。いや、すごいんじゃない？ちょっとほら、歴史好きのね。私にとってはね、いや本当ちょっとこうワクワクする内容なんですけど、これどういうことかちょっと説明お願いします。いや、ごめんなさい、歴史好きの名護見さんがね、はい、目の前にいるというのに歴史をあまり知らない私がね本当だよ、チャンバラ行っちゃったんだけど、チャンバラ行っちゃったね、はいはい、いや、あの今回ね、うん、あのこの岩櫃真田忍者ミュージアム、はい、遊べる忍泊っていうところにね、うん、ちょっと寄ってみたんですよ、うんうんうん、あ、ここがすごいのなんの。いや、パッと見ね、チラシを私見て行ったんですけども、うんはいはい、ちょっと大丈夫って一瞬思ったの。何が大丈夫？いや、だから何これ、行って大丈夫、ちょっと待ってっていう、あまりにも情報が盛りだくさんすぎて、このチラシ1枚に。そうね、あのね、今の僕の手元にこの チラシがあるんですけど、とにかくすごいのよ。すごいでしょ。で、このチラシを見た時に、うん、ちょっと待って、これ何ができるの、はいはい、って思った時に、うん、よく見たらその忍者 その時代を、うんうん、まあ、タイムスリップできるんじゃないかとパッと思ってしまったの、うん、なるほどね。で、タイムスリップしたいと思ってさタイムスリップしてきましたか。ちょっと行ってみようよっていう話になり、本当に急遽行ってきちゃったんです、うん、で、まずこの入ってから、はい、ものすごいたくさんの忍者のその道具といいますか、うん、まあ、武器といいますか、これが300点ほど。すごいね。これをね、見るだけでもすごいよ。これは貴重だよ。こんなゆっくり見たことないよっていうぐらい見ましたし、うんうん、勉強にもなりましたし、はい、あのとてもね、館の斉藤さんかな、代表の斉藤さんがとっても優しく教えてくださいました。なるほど、ちゃんと解説付きで解説をしてくださいましたまあ私が何も知らないからかもしれませんでも一つ一つすごくね、綺麗なの、状態が。あ、そうなんだ、ね、だって忍者っていつの時代って思いません？いつの時代なんですか、忍者。だいたい400年ぐらい前とかそういう話になるんじゃないかな、うん、なのに、さっきまで使ってましたぐらいの、うん、なんかすごく綺麗なのよ、状態が。あーはーはーはー。だから、うん、まあ、実際に触ることもできまして、一部すごいね、貴重だね、うんうん、一部触ることもできますので、うん、はい、ぜひね、忍者に興味がある方もしくはない方、どちらでもこれ楽しめます、うん、あ、そうだ、実際に私ほら忍者って言っても、はい、すっごい忍者好きでっていうわけじゃないじゃないですか。ああ、そうですか、うん、あ、ね、うん、だけどもものすごい楽しめました。あ、そうですか。これ2時間ぐらいいたんじゃないかなそんなにすっごい楽しかったの。これなんかさ、いろいろ書いてあるんだけどさ、うん、何その、まあ、さっきね、うん、ナレーションでも言った通り、プロジェクションマッピング、もう感動した。プロジェクションマッピングって間近で見たことある、うん、まあなんかその祭りとかで1回見たぐらい。いや、でもね、うん、音とかも迫力があるのよ。ああ、なるほどね。で、その迫力がまたそのなんていうの、こうずしんずしんくるわけ、体に、うんうん、これがね、もう1回見たいってちょっと思う。プロジェクションマッピングってやっぱその
何映像と音楽のコラボレーションってやっぱすごいから、うん、すごいの、ね、かっこよかったのよ。それから気になるのがチャンバラ、チャンバラアトラクション、 VR チャンバラ、ちょっとこう映像出たけど、もうこれがねすごいのね、まあ、何を隠そう、あの私あの VR のね、うん、防災体験、ああやったの、そうそうそう、日本に1台しかないというね、はい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 、消防のね、消防のね、うんうんうん、あれがほら2回私、うんうん、経験者さん、ね、世界1台しかないと言われている言われてる、ね、防災体験者がね、はいはいはい、そんな感じなんだから、ちゃんとあのゴーグルっていうかね、やってで360度見れて、ああそれこそこのあと私やってますので、うん、ちょっとねその解説もしていきたいなと。なるほどね、はい、でもう一つ解説したいのが、うんうん、ナルト、はいはい、ナルトね、ま、ナレーションにもあのおっしゃってくださいました、ナルト、あナルト、あナルコあのね、ね、あなたね、はい、ラーメンでも食べるんですかねナルト大好きなのね、ごめんなさい間違えちゃった、ナルコ、ナルコね、うんうん、こうねカラカラカラってなる、ね、はいはい、ナルコね、ナルコね、このナルコの体験もしてきました、うん、これがちょっといち早く、うん、あのオープン前に、オープンが何ていうのかな、うん、あの要はその日のうちにできる、うんうん、その日今日全部、うん、要は機材が届くんですって言われて、実はまだ完成ではないんですけども、うんうんうん、もしよければやっていきませんか、体験していきませんかということで、ちょっといち早く私、はい、体験させていただいちゃったんですね。なるほどね、うん、なのでこれも、うんうん、あの後でね一緒に合わせて、はいはい、あの映像に私がこう解説をしつつ、ああそうです、ね、お伝えしていこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速じゃあちょっとその、うん、まずどっから行ってみます、あじゃあちゃん VR のチャンバラ行きますか、はい、うん、これってちなみにどういう感じなんですか、これがね、なんて言えばいいの、私も初めてなんだけど、うん、あのバーサス真田幸村っていう形で、ちょっと待って、真田幸村と戦えるってこと、戦っちゃったの私、真田幸村は強いに決まってるじゃないでしょ、6万戦よ、そうよ、で、まあ、この体験 VR チャンバラアトラクション VS 真田幸村と言いまして、はいはい、これ真田幸村様と、ええ、まあ、戦って勝つか負けるか、なるほど、生きて帰れるか、うん、どうなのかっていうね、まあ、全身を使うものですこれは、はあはあ、まあ、これがねちょっと私自分で動画を見てもう大笑いしてるんですけど、うん、これを出すのが逆に恥ずかしいぐらいですね、あそうですか、これ見せるのが恥ずかしいです、あそれは今日大丈夫、見せてもらえるんですね、いやもう見せます、 ありがとうございます、見せますけども、はい、ちょっと笑わないでくださいね、わかりました、これねとってもね恥ずかしいです後から見ると、あそんなに、はい、あの笑いますのでね、かしこまりました、ぜひね、あ VR やるとこうなるなっていうね、分かる分かるっていう方は共感していただけるんじゃないかと思いますので、ね、分かりました、はい、じゃあ一応その映像を見ながら、うん、まあ細かくちょっと解説をしてもらいましょう、ね、超恥ずかしいこれ、どんな感じなの、じゃあ早速映像いってみよう、ちょっと映像いってみようか、ね、はいはい、はい、どうぞ、はい、これがですね VR になりますチャンバラ、うん、まあ、もうこれ始まっているんですけども、はいはい、私の後ろにある画面が今私が見てる画面です、なるほどね、ちょっと斉藤さんが前に行き過ぎだよって言ってくださってるんですが、うんうんうん、まあ、前に行っちゃいますよね、まずねこれがね騎馬隊と対戦してるとこです、はいはい、なるほどね、はい、で騎馬隊と対戦して、うん、これが赤い、今みたいに赤いのがジュバッて、血みたいにジュバッて、うん、これ私が、まあ、負けてるってことですね、ああ、なるほどね、切られてるってことですね、切られまくりですね、切られまくってるってことです、うん、さっきからもう何回切られてるんですか、これ、そうです、で、今、騎馬隊が終わって、はい、今度は弓矢、うんうん、シュ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 って飛んできましたね、弓矢です、これ弓矢、飛んできた、1本じゃないからね、やられる飛びやんけ、はい、うんうん、弓矢をシュシュかシュシュかやります、うん、で、この後、大砲が飛んでくるんですね、この大砲、早大砲は避ける、避けてるんですね、避けてますね、避けてます、なるほど、ここまで行くのが大変なんですって皆さん、あーそうなんだ、はい、ここでゲームオーバーになっちゃう人もいる、そうです、で今私がやってるのがこれがもう真田幸村さん、早いね、さっきの騎馬隊とは違うね、う360度から来ますからね、どっから来るかわからない、やられた、これが敗北、斉藤さんが敗北し違う斉藤さんじゃないから敗北はい、ということでゲームオーバー、私はゲームオーバーなんて敗北したんですが、残念、あっという間に終わってしまうのでね、何回もやる
本当だね。世界じゃもう収まんない。大人が燃えるやつだねこれね。燃えるよ。子供以上に燃えちゃうやつだねこれね。燃えちゃうよ。で次は。あこれがねあのナルコ。あじゃナルトね。ナルコですね。ナルトだからあのラーメンに乗っかってるやつですよね。ねえちょっとどうやって食べたいのナルコ。ナルコですね。になります。なんでナルコか知ってるんだって。知らない。忍者、まあほらさ、ドラマとか映画とかでさ、うん、見たことないかな、そのさ、うん、細い糸みたいなのがさ、こうあって、それに足とかこう触れると、カラ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 みたいな、そういう罠があるじゃん。あれってこう、ね、ナルコで作ってたりとかさ、いろんなその鈴だったりとかっていうのがあるんだけど、だからそれの、要は、レーザーでしょ。そっか、レーザーで。うんレーザーだからそのレーザーに多分触れると、そうあのダメダメ音が鳴るみたいな、うん、そういうやつでしょそう、うんうん、でこの、ね、レーザーが今すごく綺麗なの、はい、動画もちょっと静止画になってますけど、まあ、3、2、1、5で行くんですが、はいはい、スタートだね、はい、スタートがあるんですけども、うんうんうん、奥行きがまあ10メートルぐらいあります結構ありますねその中にレーザーがものすごいたくさん張り巡らされていていっぱい張り巡らってますねこれねでその中にある赤いボタンを、ね消していくんですね。うん、あの画面のね、はい中央右端とかね、そういろんなところにありますよね、はいで。これを要はくぐったりレーザーに当たらないようにくぐったり、はいはい、要はまたいだり、これまた全身運動だね。いやもう体もひねったりしてね。すごいねこれ体力使いそうだな。それですよ。もう本当にねあのスパイ映画になるような。ああでもそういうのそういうのさほら見てきたい。人にとってはさ、ワクワクするやつだよこれ、ね、ワクワクじゃなくて、息切れ、うん、私、足が上がらないみたいでおばさんか足が上がらないって言って、私スカートで行っちゃったんですよあそれはダメですねこれある知らないからまあまあ、そりゃそうだけどさだから、え、なんですかこれといやスカートできますってもう当たりまくりでね、それこそまあでもあのとても楽しくできたんですけれどもこのね、うん、レーザー光線を、まあ、当たっても痛くもなんともないですよ、うん、だけども当たらないように工夫をする自分がそれが難しいんだけど楽しかったの、うん、頭使うことだよね、うん、確かにね汗びっしょりですこれはね、ぜひあの運動不足の方にもいいかもしれない、はい、いやでもちゃんとアキレス腱を伸ばすこと、屈伸をすることあなるほど準備体操あのラジオ体操第1第2ぐらいやった方がいいかもしれませんそんなにですかおすすめします私みたいに朝起きたらもうあれあれ起きれないっていうぐらい体がガチガチになりますのでそんなにですかはいもう夜はねきちんとこうもみもみして、うんうん、足をもみもみして寝た方がいいですよかしこまりましたはい、おすすめです。はい、なるほどね、うん、まあ、ここでね改めて、はい忍泊岩光真田忍者ミュージアムの、まあ、紹介をしたんですけれども、はい、場所的に言うとこれは、うんうんうんまあ、僕はほら歴史が大好きじゃないあ そ, う、ねね、でそうすると真田の城って言ったらなんかみんなやっぱこう上田城あ そういうイメージがあるもんね。ねで真田が、まあ治めていた代表的な城の中で上田城、はい、それから沼田城、はい、沼田はねほらもう馴染みがあるじゃないですか、はい、馴染みがありますから、はい、その、上田城沼田城の間にあるのが岩光城っていうところなんだよね。あだそんなイメージなんだけど近くで例えば観光って言ったら他に何があるか近くでだから伊香保温泉、伊香保温泉、はいはい、草津温泉、草津、うん、温泉だよね。その間にあるって考えていいんじゃないかな。なるほどね。場所的には、うんうん、うんうん、そっかそっか。うんうん、じゃあ、温泉行きがてら、そうここに立ち寄って、そう、これね駅で言うとこれ JR 群馬原町駅前の本当、はい、駅前なんですよこれ。本当駅前です。このね地図、まあ、地図見るとね、うん、そう駅前なんだけど、目の前もうロータリーが真横っていうね、そうそれぐらいなところなんですよ。はい、でなのでこれ電車でね、うんうんうん、行ってももう行きやすい。そうですね、でこれほらあの岩光のほらあのまあ、登山とかも結構あったりするし、はい、かなり観光地になってますのでいろんなところ巡れます。ここ以外にもたくさん巡るところがあるんですが、岩光城
後のね、そうそうそう、そのまあ、お城巡りとかでもいいしさ、うん、なんかその温泉行く前でもいいし、温泉入った後にこう立ち寄って汗かいてもう一回温泉入りに行ったらもいいんだけど、行ったり来たり大変だわ。でもいいんだけど、うん、とにかくこれ立ち寄るのも結構簡単そうですね、な場所にあります。分かりやすいところにあります。道もね、うん、結構一本道だったよ。そうね、だから行きやすいので、うんうん、ぜひぜひね、まあ、日帰りでも東京からだったら行けるかなっていう感じ、うんうん、日帰りでも OK。 どれぐらいですかね、東京からだったら2時間とか。いや2時間半あれば行くんじゃないかな。あ、2時間半ぐらいあれば行けますか。うん、これさ、気になるのがさ、はい、他にもやっぱこう真田の甲冑忍者コスプレ体験とかさ、ある忍者図書館忍ブラリーとかある、ね、なんかこうあったりするしさ、だからスプレできるよ、遊べるし、うん、ね、そのコスチュームにもこう何自分がなりきれるし、あ、そうです、だからなりきって、ね、さっきの VR も体験できるんですよ、うん、あ、それだったらなんか勝てる気しません？いや、え、自分も甲冑着て戦うぞみたいな。あ、そう、じゃあ、ね、ちょっと次回そうする、ね、着てみる、そういうのがいいんじゃないですかね。ね、子供さんもね着れるぐらいの小さな忍者のね格好のね、うんうん、コスプレもご用意があったので、うんうんうん、ぜひねそちらも楽しみながら体験していただければなと思います。ね、その他にもね手裏剣打ちチャレンジとかもあったり。他にもなんかね、このね懐かしのテレビゲームってことあった、ファミコンよ。ファミコンね。私たちの時代のファミコンです。いいですね。でもその忍者系のゲームが置いてあったりするわけね。なんかね忍者服部くんだった。ですって、まあ、懐かしいな。懐かしいよね。っていうとね、うん、やっぱ大人も楽しめるよね、やっぱね。だから大人の方がハマっちゃうと思う。うん、そうかそうか。お子様も楽しいんだけど、うん、そうね。特に大人の方の方が、うん。ちょっとハマりやすいかもしれないですよ、これ。そうかもしれないね、うん、だから子供にとってはもう本当にこう子供も楽しめるけど、そうそう、大人は大人で童心に帰って楽しめるし、ね、懐かしいってなるかも。そうで、さらには、そのね、まあ、展示もちゃんとあるから、あ、そうですね、遊べるし学べるしっていうところでね、はい、とっても素敵な場所になっております、はい、さあ、そんなこの忍泊の、はい、代表の斉藤さんに、はい、さんインタビューをしてきたということなんですけども、できちゃいました、無茶ぶりで、ね、今回はその、インタビュー動画を最後に見ながら、はい、今回はお別れという形になりますね、はいはいはい、ということでそちらもインタビューもね最後までちゃんと、見てみてくださいね。はい、お願いします。はい、ということで歌声喫茶名古屋入りラジチューブ、今日はこの辺で。またねー。じゃあ現場のエリさん。はい。はい、今日はですね岩水真田忍者ミュージアム忍泊に来てます。じゃあ実はねちょっと近くまでね来たんですけど、これ何っていうチラシを実はいただきまして、これわかる？気になるでしょ？気になるでしょ？思わず来ちゃったんですが、ちょっと今日はお話をね、無茶ぶりよ無茶ぶり、もうすぐ聞こうかなと思ってね、はい、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、この岩水真田忍者ミュージアム、まあ、ちょっとどういったものなのかをね、説明していただければなと思うんですが、はい。はい、ここには岩水城という戦国真田の、お城がありまして、はい、まあ、その岩水と真田と、うん、そして岩水で修行、まあ、活動していた忍者を題材にしたミュージアムでございます。いやだからね、ちょっとねこの動画でもいろいろ写真に今なってしまうんですけども、隣がねミュージアムになってまして、ミュージアムに300点ほどの要は忍者が実際に使った道具が綺麗に保存されてるんですね。で中にはプロジェクトマッピングっていうのもあって、またこれもねすっごい素敵。なんかね現代の忍者ってイメージあるじゃないですか。昔の忍者って現代の忍者かっこいいイメージが私もあるんですけども、まあそれに近い形で表現されてますので、ぜひ見ていただきたい。そしてちょっとねカメラをスーッとこっち側に、はい、これ何ですか、これ今流行りの VR チャンバラゲームですね。 VR チャンバラゲーム、これね実は調整させていただきました。頑張りました。はい、まあ結果はねどうであれこれ体験しないと。そうですね、まあそもそも真田幸村様に勝負しようというところが、ねうんうん、そこはもうね、まあ、無茶ぶりよね。その真田幸村様の強さを体験していただいたということ。いや、すっ
ごく強くて、またねこの VR やると世界がもうこの今ちょうど画面に出てる世界になってしまうんですよ。この戦国の舞台に、その中で現代の私がよ、こんなスカート履いてチャ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 って当たって無理じゃない？でもそれがまた楽しさの一つでもあり、またこう見たことないその世界がねバーチャルの中で見れるというのもとてもいい貴重な体験だなと思っておりますので、ぜひこれ今有料で、はい、あの1回300円あ、ゲーム自体は300円ですね。ゲーム自体300円で有料でできます。でぜひたくさんの方にね体験していただきまして、そして隣には懐かしのゲーム機があったりとか、2階にはもっと汗をかくねこれがまたいいものなんですね。どんなものがあるんですか2階には、まあ、まるでミッションインポッシブルとのスパイ映画のような、まあ、全ての忍びとか、はい、子供とかの夢の世界があります、うん、いや詰まってましたねレーザーをかいくぐりミッションを成し遂げるという、はい、もうこれもね、まあ、動画でちょっとね撮っております。ぜひこの後動画もたくさん見ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ぜひたくさんの方に来ていただければと思います。こちらのね遊べる民泊です。もう1日遊べますねここね。そうですね、ね、下手したらずっとゲームで1時間ぐらい遊んでる子もいるみたいですよ、はい、手裏剣も、はい、手裏剣も1時間ぐらい投げてぜひぜひ一日楽しめるかなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、楽しかったです。またねー。